それではやっていきましょう。今回、取り上げたいカードはアンコモン収支、武力1、知力8、制圧2、特技は魅力のみと、ここ最近のカードの中ではスペックは若干低めながらも1コストにしてはかなり珍しい長時間計略を持っております。この計略も今までに類を見ないタイプの計略でして、発動時に指揮後で武力プラス1、兵力が7割減少するが、30カウント後にそこからさらに武力算されて合計で武力プラス4となり、15カウントの間、続きます。その際に兵力が 60% 回復するという形ですね。なので発動時に兵力が7割減するところから、城塞効果は、城内補給をつけておりますというところで、こちら開幕は周氏の橋工場。これは武力位置で制圧2なので、やはり投げ捨てるような使い方が似合うカードかなと思います。あとはあれですね、白剣、このカードは武力7、1.5 コストで武力7槍兵という初めてのカードですが、ただしその代わり制圧が0。こちらは諸葛戦を入れたデッキなので、制圧が0になる、制圧0を採用することっていうものの、デメリットが他の号令用デッキよりも薄いので採用しております。でここは崩壊で、諸葛戦、崩壊に諸葛戦を当てたいという目論みもあって、ライドを左端に投げていくことで、相手の鎮球などの部隊が左端から来た際にブロックできるようにという意図ですね。防柵も開かながら残すことができました。ここは全員の兵力が整ったタイミングで、まずは終始クオンの再開、発動したカウントを覚えておくことが大事な計略です。73カウントで発動したので、帰ってくるのが、43カウントまた、副兵の部隊も兵力が減るために、諸葛戦が副兵だから出た瞬間から兵力が減っているというかなり珍しいことになりますね。こちら城塞城内補給がついていたので、兵力全開で出すことができて、相手は謙虚なる指令。これは発動時に、1回総雨が上に下がるため、攻めてくるのは実質4部隊となるため、ローテーションである程度しのげるかなと思います。また、今回の、カード追加の際のアップデートで、総雨の計略の効果時間はわずかに下がっております。ただ、知力がついているので、知力ついてないやつ、もともとの、全バージョンのカウントよりは若干長いかなという感じですね。というところで、相手は造園の方、指揮工場、工場がついておりますので、ここはおそらく総雨2回目打ってきそうですね。また相手のデッキは、かなり工場力が高いタイプ、騎馬位置な上にその騎馬の1枚も崩壊なので、総雨が返ってしまうとはいえ、工場力が高めなので、しばらくの間ちょっと我慢の時間となりそうですね。終始に対して崩壊が突撃してきてくれれば、諸葛、まだ出ていない諸葛戦が、当てれてかなり美味しいのですが、このルートだと総雨が来てしまいそう。総雨は知力がついているのでかなり美味しくない。50カウントもの間、副兵が出なかったにもかかわらず、一番メリットのない形になってしまいましたね。というところで、そろそろ帰ってくるカウントの43カウントが近づいてきましたね。ただ龍安楽がちょっと削れてしまっている。なんとか逃げていただきたいというところ。さて、ここ地に蒔いた種が木々になり実る頃、ハーベストタイム、さあ来ましたね。ここから15カウントの間、武力プラス4の状態が続きます。なので、いち早くラインを上げてフルコンボにつなぎたいですね。特に式12からのフルコンボにつなぎたいというところで、こちら終始で、できれば策は当てていきたい。5位は、槍兵な上に、特に工場を持っていて工場力が高い部隊なので、まず5位は工場に専念していただいて、戦闘力がそもそも高くない終始で策を割っていきたいですね。また諸葛戦も自身は武力が上がらないため、早熟なる指令は自身が武力上がらないため、戦闘員としては不足なので策割り、
というところで相手は弱体化の謀略、これを吐いたことによってこちらは、食軍の大攻勢によるさらなる武力上昇がいけますね。こちら先に食軍叩いちゃうと相手のカーンの効果が上がってしまうので、ここまで温存しました。なので食軍の大攻勢さらに、知略式で、砲板なる号令は知力依存が 0.6 カウントと号令にしては高めなので 1.2 カウント効果時間が伸びております。なので、この全てが重なるフルコンボで一気に持っていければという形ですね。というところで1コス弓ながら終始を縄文工場することができました。ここからはもうこちらのターンなので5部隊全員諸葛戦以外の5部隊で張り付いていきましょう。槍兵が多いデッキなのでかなり削ってくれますね。相手は、カーンで士気を吐いているので撃てて大体刹那怪力かもしくは鎮球の計略というところ。ここで、士気後のタイミングでもう一度早熟なる指令、さあ行ってくれ。ここで崩壊が撤退、この崩壊の撤退によってかなり勝ちが近づいたかなっていう感じで、ここで総将の撤退で決まりですね。ここまで見ていただきありがとうございました。どうですかこれ、古文収支かなり強く見えません？僕はすごい可能性を感じているカードですので、もし面白いなと感じてくださったら使ってみてください。楽しいですよこれ。ではお疲れ様です。やっぱり向いてないよ。また離れ離れなの。殺す。戦乱の化身なり。もうちょっと頑張ろう。再び会う日も私は諦めない。皆さんのこと応援してますから。皆さんのこと応援してますから。暴徳万歳。
切れますか。認めねえぞ。戦乱の化身なり。殺す。私の最地のすべてを今ここに。今こそ復活だ。ほーら、いい気分だろ。今こそボーグ解放。今こそ。やっぱり逃げてないよ。私の最地のすべてを今ここに。まだ終わりではない。今こそ認めねえぞ。